Just as I am。 大事なところをぶらさない中南のような存在、人生をダンスする銀河系マネージャー、合同会社ひなの代表菅沼ひな子さんとラブ&ピースの対話をしてきました。結構そのある人も私のことを銀河マネージャーって言ってくれてる人もいるんですけど、銀河マネージャー、はい、面白いなんかこう普通のマネージャーとか、はい、スケジュール調整しますとか、うん、なんか営業活動しますみたいなマネージャーじゃなくって、はい、なんかそういう広い本当に宇宙視点とか、 なんか世界視点みたいなところから捉えて、はい、捉えた今、はい、じゃあこれをやっていこうっていうのをなんかそこの視座に立っているなんかチューニング的な存在、うん、としてこうなんか私のことをそうやって見てくれてる人が多いので、うん、大事なところをぶらさないためのチューナーみたいな存在になってるんじゃないかなと思ってます。合同会社ひなではどんな仕事をしてるんですか？合同会社ひなは本当に今年の4月の8日に立ち上げたばっかりで、うん、なんかねもうこれをするって決めて会社を立ち上げたわけじゃなくて、うん、もう本当になんていうかな、もう生まれたばっかりの、うん、本当に名前の通りひな、うん、ひな鳥のひなみたいな会社で、うん、だからまだこう具体的にこの事業をするみたいなのがちゃんとこう決まってるわけじゃなくて、うん、今そのやってるのがその私のライターの仕事とかそのひな放題っていう、うん、いろんな人の結構経営者さんのサポートとかをさせてもらってるんですけど、はい、なんかその仕事が今二軸になってる感じですね。そのひな放題っていうのがちょっと気になってるんですけど、はい、具体的に言うと例えば何をしてくれるんですか？具体的に言うともう本当にあの人それぞれ違うんですけど、はい、例えばまあなんか本当に手続き的なこととか、 なんかその会社設立するためのサポートしたりとか、あとその結構これが、うん、私の得意分野でもあるんですけど、はい、こう人のこう経営者さんとかの話を聞いて、うん、でその人例えば頭の中の整理したりとか、うん、でそれをちゃんとこう見える化してなんかこう一緒にこう共有していくみたいな、うん、頭の中でこう一緒に共有したりとか、うん、あとそのなんか内面的な相談みたいなところも結構載ってて、カウンセリングにちょっと近いのかもしれないんですけど、ただなんかそういうこうなんか癒すとかそういうカウンセリングじゃなくってひたすら聞くって、うん、ひたすら聞いて聞いて私がその人にこう問いかけをして、うん、でその人の中で勝手にこう自然と湧き上がってくる気づきみたいなのを、うん、私はもう聞いて待つ聞いて待つっていう。なぜその営業の会社を辞めて、うん、その合同会社をひなを立ち上げようと思ったんですか？なんかね本当に会社を立てようと思って営業を辞めたっていうわけではなくて、うん、もう一番辞めた大きい理由が、うん、自分のこう見てる世界とか、うん、自分の思ってることと、うん、自分が今日常でやってることが、うん、もうすごい違和感が大きすぎて、そこのギャップに耐えられなくなったっていうのが一番大きい理由というかそこしかないですね、理由的に。ギャップっていうのはどういうところで感じたんですか？ギャップはもうこれずっとあったんですけど、うん、私23の時に、うん、新卒で初めて、家から結構近くの金属メーカーに就職したんですね。結構そこも、まあ、業界的にはニッチな業界なんですけど、はい、業界の中ではかなり大きいところで働かせてもらってて、うん、で会社も大好きだし、うん、人間関係もすごい大好きで私が、うん、なんかめちゃめちゃ愛社精神があったんですよね、その時、うんうん、だけどなんか私めっちゃこう幸せにすごいだから毎日働いてて、うん、だけどなんかこう周りをちょっと見渡した時に、うん、なんかこういう言い方あれかもしれないけど、うん、私が一番幸せに働いてるんじゃないかみたいな、うん、なんかみんなちょっとこう疲れてるなとか、なるほど、なんか同じ仕事してるのに、うん、なんかなんでだろうっていう風に思い始めたのがきっかけで、うん、でその時営業アシスタントの仕事してたんですけど、はい、なんか自分のすごい無力感みたいな、うん、なんか物足りなさを感じたんですよね。なんかどうしたら人って幸せになるんだろうっていう問いが生まれたのが23歳の時で、へー、
そこが本当に私の原点になってて、うん、なんかみんな普通にお金も稼いでるのに、うん、なんか安定した仕事暮らしもできてるのに、うん、何が違うんだろうって、うん、でなんか私ってこうやってアシスタントとして、うん、なんか仕事のサポートとかみんなのことできるけど、うん、なんか本当のこう幸せのサポートみたいなのって、うん、なんか今の私にできてないなっていう無力感を感じたのが、うん、一番なんか最初だったんですよね。ひなちゃんを見ていて、うん、やっぱりかゆいところに手が届く人だなっていう風に、うん、感じていて、はい、でスピリチュアルなのかなって、なんか第六感が働く人なのかなっていう風に見てて思うんですけど、うん、よく言われます最近ね。なんか巫女だったんじゃないかってすごいよく言われました、ね、なのでいつもこう周りをこう見渡していて、うん、あこの人にこれが必要だとか、この人にはこれがなんか大事なんじゃないかなっていうものが、うん、こう無意識的に分かっていて手を差し伸べることができるような、うん、そんな人なのかなというふうに思ってるんですけど、うん、ありがとうございます。自分が得意としているのがなんかその人の願いを聞くっていうところ、うん、ちゃんとそのさっき第六感って言ってくれたんですけど、はい、なんかね、あ、こうその人のなんか言ってる言葉とかじゃなくって、はい、なんかこうエネルギーを見るというか、はい、こう言って言うとちょっと本当スピリチュアルっぽいかもしれないんですけど、はい、なんかそんな感じがするっていう、うんうん、でもなんかそういうのが結構、うん、当たったりもするんですよね、うんそう、だからちょっと巫女っぽいなっていうふうに思っていてプラス、うん、姿勢とか歩き方とかがすごく綺麗な人だなっていうふうに思ったので、なんかそのバレエだったりとか、うん、何かダンスに関わることをしていく人なのかなっていうふうに思ったんですけど、うん、実際やってたんですか？バレエは小学校4年生から高校1年生までクラシックバレエをしてて、そこからはなんかダンスらしいダンスっていうのはしてないんですけど、うん、でも体を動かすのはめちゃめちゃ好きで、うん、ずっと柔軟はもう10年以上ずっと続けてるんですけど、うん、体はかなり柔らかい方、うん、でなんかそのもちろん自分でそれでダンスをして体を動かすっていうのもそうなんですけど、うん、なんかこれがもう生き方にも結構反映されてるなって思ってて、うん、私ここいろんなところにすごい点々とやっぱり行くんですよね、うん、一つのところにじっとしていられなくって、うん、でそれがなんかこう世界中をなんか跳ねてるというか、うん、世界中をなんか踊り回ってるみたいな感覚なんですよね、うん、だからこういろんな人のと関わることによって、うん、なんかその人の世界に私が遊びに行っているみたいな、人生をダンスしてるんです。そんな感じの感覚ですね。すごいチームを作りたいなって思ってるんですよね、うん、なんかそれ固定のチームっていう感覚でもなくって、うん、なんか例えばこうやって、うん、いろんな人と関わっていく中で私の中で、うん、こう心のパートナーというか、うんうん、それをひな放題パートナーズって名付けてるんですけど、ひな放題パートナーズこの人素敵だなって思った人に、うん、私がひな放題パートナーズになってもらえませんかってラブコールを送ってるっていう。へえ、面白いこれから先合同会社ひなではどんな仕事をやっていきたいですか？はい、本当に一番難しい質問なんですけど、はい、まず一個言えるのは、はい、本当に今この時点ではいい意味で全然見えてないっていうのが、うん、一個、まあ、確かに言えることではあります、うん、なんか自分自身が想像つかない展開をやっぱ生きていきたいって思ってるからこそ、うん、いい意味でこれをやりますって限定したくないっていうのがすごい正直な気持ちです。素晴らしい、うん、ただなんかずっと多分変わらずやっていくだろうなっていうのはやっぱ人の願いをこう聞いていくことと、うん、その人のやっぱ純粋なその人の輝きを見ていくっていうことは多分確実にやっていくだろうなっていうふうに思ってて、やっぱそこの本当のところ本当のところを捉えてグリップしておくというか、うん、そこにずっとチューニング合わし続けるっていうのは、うん、今後も絶対合同会社ひなで私がやっていくこと、うん、素晴らしい、うん、そこはすごくあると思います。
何でもこう叶う場、うん、こう自分の中にあるなんかファンタジーとかロマン的な心をちゃんとこうリアルで実現していくための最初のきっかけの場みたいな、うんうんうん、でそこの最初のきっかけの本当に純粋な願いのところ、はい、のところを一番最初にこう見るのが私の役目かなって思ってます。菅沼日奈子さんにとってのラブ&ピースとは何ですか？私にとってのラブ&ピースは今ここにある世界、今この自分の心の中に充実してる世界、なんかどこかにある世界じゃなくって、叶えたい世界でもなくって、本当になんか今こう広がっていて叶っているし叶え続けていきたい世界。菅沼日奈子さんにとってのラブ&ピースは今自分の心の中に充実している世界、今広がっていて叶っているし叶え続けていきたい世界、みんなの心の中にあるファンタジーやロマンが現実になっていく、そんな未知数で夢のあるお話をありがとうございました。